高千穂峰山町部に突き立つ天坂穂天坂穂は日本の中世神話に登場する穂である。一般的に危機に登場する天沼穂の別名とされているが、その位置づけや性質は異なっている。中世神話上では、金剛宝犬、天馬繁華とも言う。宮崎県、鹿児島県境の高千穂峰山町部に突き立てられているものが有名である。元来、 危機神話では、漂っていた大地を完成させる使命を持った、イザナギのとイザナミの夫婦神が、天沼い矛を混沌とした大地に突き立ててかき回し、矛を引き抜くと、切っ先から滴たたった雫が、おのごろ島となったとされていた。しかし、中世に至り仏教の影響の下この神話には、様々な解釈が生み出され、天沼い矛の性質も変容していく。 修験道の神道書、山と葛城宝山記では、天沼鉾を天地開闢役の際に発生した霊物であり、大盆天王を加勢したとし、特古書とみなされ、魔を打ち返す働きを持つとして、別名を天魔繁華というとされている。さらに天孫降臨した、ににぎり命を刑で飾られた絹の神と返し、書を武器に、地上平定する天書孫、別名所読王とした。 一方で、両部神道の神道書、天地霊記付録では、小野頃島に建てられた、金剛犬であるとされ、これらの影響を受けた。選球委員碑門では、高村村は、天沼鉾を神宝として甘くだったとされた。このため、天沼鉾イコール天坂鉾は地上にあると、考えられるようになった。天根坂鉾の所在については、山和桂木宝山記では、天馬繁華は、 内空滝祭り宮にあるとされている。伊勢神道の神道書、人能実録では、猿田彦の都のの字とされており、山和姫井の代置では天寺大臣が、天から天坂鉾を伊勢に投げ下ろした都市内空、お酒殿に保管されているとした。いずれも、伊勢神宮に保管されていると説く。なお、北畑地下房は、人能正統記の中でおのごろ島である宝山にあると、 結論づけている。一方で、天坂穂子が、大国主神を通して、二二義に譲り渡されて、国家平定に役立てられ、その後、国家の安定を願い穂子が二度と振るわれることの、ないようにとの願いを込めて、高千穂峰に突き立てたという伝承がある。この天坂子は、霧島六社権現の一社、霧島東神社の社宝である。この穂子の由来は不明であるが、 一説によると、奈良時代にはすでに存在していたと言われる。古来、天根坂鉾を詳しく調べようとした者はいなかったが、坂本龍馬が妻のお龍と高千穂峰を訪れた際、何を思ったか引き抜いて見せたというエピソードがある。このエピソードは龍馬自身が手紙で姉に伝えており、手紙も、桂浜の龍馬記念館に現存している。なお、この点坂鉾は後に、 火山の噴火で折れてしまい、現在残っているものはレプリカである。オリジナルの柄の部分は地中に残っており、刃の部分は回収され、島津家に献上され、近くの荒竹神社に奉納されたが、その後も様々な人手を点々と当たって、現在は行方不明となっている。兵庫県高砂市の小石神社では、 境内の石の放電を、天根坂鉾、塩釜神社の塩釜と共に、日本三基と称している。この際、本来長ら武器は歯を上にした状態が通常で、あるのに対し、歯を下に向けた状態、つまり逆さの向きで使ったため天根坂鉾と呼ばれるという。注釈に明記した以外は、ほぼ、山本1998によっている。ありがとうございます。